思い出のガンプラキットレビュー集。太陽の牙ダグラム。ビギナーズコレクションシリーズ。アビテート F44B。デザートガンナー。やったろうじゃねえか。やったろうじゃねえか。チコ、ビッグイーガン持って乗ってくれねえか。太陽の牙ダグラムは、1981年から、全75話というとんでもない期間放送されたロボットアニメなのでおます。その後も劇場版が公開され、その間に発売されたダグラムのキットは、特に高年齢のモデラーに受けが良く、ガンプラからの転校組の方々が続出したのでございます。ダグラムキットのブームと同じくしてジオラマブームも勃発。多くのガキンチョがお手製のジオラマを作るのに夢中だったという、この半世紀でも稀有な現象が起こった時期が、まさに、この時期だったのでございます。その、通り。ビギナーズコレクションシリーズとは、タカラさんが1983年に発売した、プラモ初心者向けのダグラムキット難度末。実に、太陽の牙ダグラムの終了間近という、とんでもない時期に発売が開始された商品だったりしたもんよ。こんな展開、ありえなーい。80年代のキットなので、接着剤はバリバリ使用、パーツ数は少なく、ディテールも控えめなのだけど、シャープな造形はなかなかだったもん次郎。当時らしく、シールではなくデカールを使用する点も交換されたものでございやす。ちなみに、箱スケールでみんな300円かと思ってたら、ブリザードガンナーだけ250円だったのですよ。一度買ってても忘れちまうのよ。参ったね。ですよねー。値段的には、ダグラムシリーズは500円くらいのキットが主流で、300円のキットが多かったガンプラよりも、若干、お値段が高めだったもんざいもん。とは言ってもね、大きいお兄さんに人気があって、巷ではバカスカ売れていたのでございます。それなのに、ああ、それなのに、番組が終わるってのに、今さらこんなキットを発売するた、タカラさんも罪作りなことをしてくれると思ったもんだよ、こんちくしょう。お買い上げ、来たー。デザートガンナーは、ガルシア隊が使用した、砂漠専用の試作型コンバットアーマーなんどすえ。武装は、リニアカノンに30ミリ機関砲、7連装ミサイルポットを2機装備。特徴としては、グラブガンナーの欠点であった機動性の低さを補うため、脚部を接続動物上の六脚式に変更したことで、グラブガンナーでは不可能だった横移動が可能となり、不整地での高い機動性と、安定性の獲得に成功しているのでございます。そうだそうだ、そうかもしんない。特に砂漠戦に強く、砂地の上ではディスク状の足を回転させ、高速で滑走することが可能でして、アニメ本編でも、砂地で動きが悪くなったダグラムに対し、ありえないスピードを発揮して、ダグラムの攻撃をかわしまくったものよのう。そうだっけ？最後は、ガルシア大佐もデザートガンナーに乗り込んで戦いに挑むも、ハックルからデザートガンナーは腹部が弱点だと聞いたフェスタが、チコと共にバイクでデザートガンナーに肉薄、チコのビッグイーガンが機体底面からデザートガンナーを貫き、ダグラムのリニアカノンによってとどめを刺され、逃げ出そうとするガルシア大佐ともども爆発しちまったのでしたとさ。なんともはや、チコのビッグイーガンでの撃破数は、グリンがダグラムで敵を撃破した数にも匹敵するのでして、当時も、こわもてなおっさんながら人気キャラだったのですよ。これほんと、ボトムズで言うなら気候傭兵みたいな感じよ。間違いねえ。とにもかくにも、初めてダグラムを圧倒したコンバットアーマーと言ってよく、グリンが終始わめきながら戦っていたのが印象的だったものなのよん。そうかそうか、よかったね。だが、しかーし、この回のオチはまだ終わっていなかったのですよ。わけわかめ。今回勝てたのはフェスタのおかげだと、仲間たちに褒めちぎられた照れ隠しに、フェスタはバイクに乗って砂漠を走り回ったのでありんすよ。ところがギッチョン、ガルシア隊のウッペが、フェスタのバイクに落としたままだった手榴弾が爆発、フェスタも爆死しちまったのだよ。あいたたたー。デロイア歴2月12日、フェスタブロンコ、18歳。手榴弾による爆死。このシーンを見ていたガキンチョは、わけがわからず、ポカーンとしちまったという伝説が残っているのだよ。当然ながら、翌日はその話題で持ちきりだったものなんだい。おっしゃる通りでござりまする。キットの値段は300円。1983年に発売されたキットだよ。ビギナーズコレクションシリーズでは7番目に発売されたキットで、その小ぶりなサイズが、当時流行していたジオラマ作成に使いやすいキットだったのよん。どういうこと？すでに発売されていた、72分の1スケールのデザートガンナーはだね。キットの出来は良かったものの、横幅がありすぎて、置く場所に困るキットだったのですよ。参ったね。その分迫力はあるのだけども、部屋が狭いが近所には、本当に、どこに置こうかと悩みまくったという話が伝わっているのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。その点、このキットは小さいのでもう満体。大きめの水槽や箱に粒子の細かい砂を入れておいてだね。このキットを作っていれば、簡単にジオラマが完成したのよね。幸いなことに、
映画が公開された頃に発売された、日東科学の144分の1ダグラムとの相性は抜群で、アニメ本編のシーンを再現するのは容易だったのですよ。パナイネー。当時は、ジオラマがブームだっただけに、スケールモデル用のパウダーや石膏なんかも売ってたけども、ガキンチョには、きっとトトよう。ついでに、お菓子と漫画で精一杯だったものよのう。なんせ、いつもお腹を空かせていたからね。そんなネタ、いらんわーい。いずれにしても、多くのモデラーに交換されたのは間違いないかと思いやす。でもね、まあ、なんだ。いくらダグラムを圧倒したコンバットアーマーだとしてもだよ。雲みたいな気色悪いデザインなので、人によっては毛嫌いされる面もあったことは確かなのだよね。その反面、多極系のメカニズムに目覚めちまうやつが出ちまうなど、結構、モデラーやデザイナーに影響を与えた罪作りな機体なんどすえ。嘘っぱちだー。回収ポイントとしては、足首の関節の可動範囲が狭いため、設置性がいまいちなのだよね。やはり、足首をボールジョイントに変更するのは当然の行為なのですよ。この形状なら、パーツさえあれば回収は容易だと思いやす。6個もいるじゃん。まあ、小スケールのキットなんでね。ちまちま回収するのもモデラーの楽しみの一つなのだけれどもね。周囲に小物を配置するのも、世界観を表現するのに効果的なのだよね。おすすめとしては、ザブングルのキットについてる小物が扱いやすく、キットのパーツ自体も、装甲とかの表現に使えたものなのでござんすよ。はい。最近見かけないけどね。Not even justice. I want to get truth. 真実は、見えるか。